るよです。葵だぜ。ねえ葵、ちょっと気になってることがあるんだけど。いきなりどうした？北朝鮮の教育ってどんな感じになってるのかなって。これまた動画にしづらいやつを言い出したな。お国の経済や生活水準って教育と比例するとか言うじゃない？だから気になってるの。なるほど。ただ先に言っておくが、将軍様の名前や画像は使えないぞ。何それ大人の事情ってやつ？そうだ。それでもいいなら解説するけど。OK。でそれだと説明するのがちょっと難しくなりそうね。ほんとやれやれだぜ。まあいいや、それじゃ闇だらけな北朝鮮の教育事情についていろいろ話してみるか。お願いします。まず北朝鮮の教育制度について話そうと思うが、かつて朝鮮半島には書道と呼ばれる日本にあった寺子屋みたいなやつがあって、子供たちはそこで文字の読み書きなどを学んでたんだけど、19世紀の終わり頃から書道の他学校のような教育施設が登場するようになる。だけど文字の読み書きができる人の数は少ない状況が続いてて、1945年の調査ではその人数が全体の 22% という結果になっていた。ほほう、4人に1人以上が文字の読み書きができなかったと。そして1950年から3年続いた朝鮮戦争によって教育施設のほとんどが崩壊したが、北朝鮮は終戦後の1956年に義務教育の制度を作り、1959年になると全ての教育機関において学費を免除するとした。だから北朝鮮では今でも幼稚園から大学まで学費は無料となってるんだぜ。へえ、そりゃすごい。でこれは何かオチがありそうね。また北朝鮮は社会主義憲法第43条において、国家は社会主義教育学の原理を具現し、広大の社会と人民のため闘争する不屈の革命家として、既得体を備えた主体型の新しい人間に育てる、としている。それはつまりいかなる時もお国のため自らを捧げて闘争するように。みたいな考えの教育方針をとってるわけだ。早速雲行きが怪しくなってまいりました。そんな思想教育をやってるのは国民を、実性と創造性を持った共産主義的革命人材にすることが目的であり、その教育内容は主に主体思想、労働党政策及び革命伝統教育、共産主義に対する信念などとなっていて、それは、国民の実性を消失させる、お互いを監視させる、外部の人間や国を憎むようにする、といった狙いがある。はい、もう怖いです。だから北朝鮮では教育において思想教育が最も重要視されていて、すべての教育過程に思想教育が含まれており、その内容を正しく覚えてない子供が学校で体罰を受けることもよくあるという。そして義務教育が誕生した当初は小学校に4年通った後中学校へ5年通う合計9年間となっていたが、1972年になると幼稚園に1年、小学校に4年、中学校に6年と合計11年となり、2012年以降は幼稚園に1年、小学校に5年、初級中学校に3年、高級中学校に3年と、合計12年となって現在に至るんだ。え、幼稚園も義務教育なの？そう、日本と大きく違う点は幼稚園から義務教育を受けることで、それは小学校で教育を受ける前に事前教育が必要だと考えられた結果となる。だから北朝鮮の子供たちは幼稚園の頃からお国の思想教育のほか、将軍様に対する絶対的な服従、いわゆる偶像化教育ってやつも徹底的に教育されるんだな。将軍様来た。リアクションがおかしいでしょ。だって北朝鮮といえばやっぱり将軍様でしょ。ちなみに2015年に行われた調査では義務教育を受けてる子供の割合がおよそ 92% だと発表されている。だからほとんどの子供たちが学校には通えてる状況のようだが、お国は義務教育について、軍隊に入るまでの準備期間だと考えていて、かつて義務教育を終える年齢を一つ引き上げようという案が浮上した際には、軍の上層部が、それだと兵士の人数が減ってしまう、と猛反対したという。そしてその結果、幼稚園に入る年齢を6歳から5歳へ引き下げ、現在の5歳からスタートする義務教育になったんだそうだ。5歳から思想教育を受けるってどんだけなのよ。それでそのまま軍隊に入っちゃう人が多いってことかしら。その辺についてはまた後で話すが基本的にはそんな流れとなる。ただかつて北朝鮮の中では、軍隊に入れば食べるものや住む場所の心配をする必要がない。軍隊を除隊した後朝鮮労働党に入れるかもしれない、といった理由から、子供を持つ親たちも義務教育から軍隊へ入る流れを心よく思っていたという。だけど近年は軍隊の中でも食べ物が不足してる状況で、駐屯地の周りでは農作物の盗難事件が多発してるそうだ。軍人がそんなことやるなんてよっぽどひどい状況なんだろうね。そ
それじゃ話を義務教育に戻すが、ここからは子供たちが学校でどんな毎日を過ごしてるか話していくぜ。まず北朝鮮の学校は基本的に朝の7時半から授業が始まるから子供たちは6時頃に起き、お国から支給される制服に着替えた後バスや電車に乗って学校へ向かうことになる。ちなみにその制服は将軍様からの贈り物という名目で支給されてるらしい。そうなんですね。そして一クラス30人ぐらいとなる教室へ到着すると、そこには歴代の将軍様が描かれた肖像画が飾られていて、子供たちは将軍様に見守られながら勉学に励むことになる。ただすぐに授業が始まるわけじゃなく、子供たちはまず15分ほど独歩時間ってやつを受けることになり、それはお国の思想に関する新聞や資料を声に出して読み上げるというもので、将軍様に対する忠誠心を高めるため、つまり偶像化教育の一環として毎日そんなことが行われているという。初っ端からそんな感じって。でもそれで終わりじゃなくて、そんな独歩時間が終わると今度は党政策化教養という、同じく偶像化教育が続けて行われる。それは将軍様の教えを教師が一つ読み上げ、子供たちがその内容に関する資料などを見ながらお国の思想や政策について学ぶというもので、その党政策化教養を10分ぐらい受けた後ようやく授業が始まるんだな。なんというかだるすぎる。そんなこと言ってたら北朝鮮で生活できないぜ。生活する気なんて1ミリもありませんから。またそういった独歩時間や党政策化教養といった思想教育を受ける中で、子供たちは用紙に記入したものを教師へ提出する生活相話というものを毎週やってて、その内容は、1週間の間に自分がやった悪いこと、それに対する後悔の気持ちや今後の決意、悪いことをやった同級生の告発となっている。そしてそれらが教室で読み上げられ、告発を受けた子供は席を立って頭を下げながら懺悔するという。強制的な反省会をやってるみたいな感じかしら。だな。そんな日本じゃありえないようなことが北朝鮮では伝統的な教育として定着してて。それは、お国の独裁体制を維持するため、自分や他人を批判させることで国民同士の結託を防ぐ。といった狙いがあるとされている。そしてそういった思想教育を徹底的にやった後子供たちはようやく普通の授業を受けることになるわけだ。普通って国語とか？そうだぜ。授業内容は国語や数学、地理や歴史など13科目ぐらいあり、日本と同じように45分ほどの授業が夕方まで続くんだが、すべての教科書において将軍様のありがたいお言葉が最初のページに大きく記載されている。いやいや怖いって。そんな感じだから思想教育の授業も当然のように含まれていて、幼稚園の義務教育からそんな社会主義道徳という名の授業が組み込まれている。その内容をざっくり言うと、将軍様は絶対である、アメリカは帝国主義者である、韓国は敵である、日本は軍国主義者であるといった感じで、将軍様がどれほどすごい人なのか、北朝鮮がどれほど偉大な国家なのか徹底的に教え込まれるんだ。なんというわかりやすさ。また初級中学で使われる社会主義道徳の教科書には、学生少年が道徳生活で守らなければならない10事項が掲載されてて、それは将軍様を崇めましょう、国家のために尽くしましょうといったもので、子供たちはその内容をすべて覚えることが必須となっている。思想を叩き込むわけね。そう、北朝鮮にはすべての国民が将軍様のために生きるべきだという内容の10大原則ってやつがあるんだが、子供たちが覚えなきゃいけない10事項はその学生バージョンとして存在してて、それは義務教育の段階から子供たちの思想を統一させるという狙いがあるんだな。全部覚えなきゃダメってどれぐらいの量なの？10事項を覚える方法はひたすら暗記となっていて、小学校では、偉大な将軍様を見習い勉学に励みましょう、みたいなタイトルになってる原稿用紙100枚分を暗記し、中学校では原稿用紙200枚分となる偉大な将軍様の革命活動の足跡みたいなやつを暗記するらしい。何それ多すぎるって。さらに原稿用紙160枚分となる10大原則まで暗記する必要があったりで、北朝鮮の国民は幼稚園の頃から将軍様の威容や思想を叩き込まれることになる。だから国民は家族や友達と会話する際も敬愛する将軍様という言葉を使ってて、もし呼び捨てなんてしようもんなら政治犯とされすぐに捕まるという。また学校では宿題をやってこなかったり将軍様のお言葉を間違えていった子に対し、棒で殴ったりと教師による暴力的な制裁が日常的に行われているそうだ。やばすぎる。これは本当に現代の話なんでしょうか？そして授業内容はいちいち将軍様を称えるものとなっていて、子供たちは学校でこんなことを大真面目に教わっている。将軍様は子供の頃サッカーが得意であり、チームの得点は全て将軍様のシュートによって決まりました。
将軍様は戦争中に山から石を投げ、小舟に乗ってた日本兵を一撃で倒しました。将軍様は木に登って虹を掴むことに成功しました。いやいやいや、突っ込みどころが多すぎるって。また数学の授業ではこんなことも教わります。将軍様は幼稚園へ通っていた頃1たす1は2と教わった際、2つの粘土を手に取ると1つに固め、1たす1が2になるとは限らないといい先生を驚かせました。それってエジソンの話じゃん。まさかのパクリ。あと中学校の数学ではこんな感じで問題が出されている。偉大な将軍様の指導により建設された正方形の貯水池。その面積から一辺の長さを求めなさい。ちょ、最初の部分って絶対いらないでしょ。偉大なんだからしょうがないぜ。コメントに困っちゃうやつ。歴史の授業では事実と異なる内容によって北朝鮮の偉大さをこう教わるという。朝鮮戦争はアメリカが挑発したことで始まりましたが、我が軍の力のみで反撃に転じました。本当はそうじゃなかったと。だな。実際は中国の援軍によって反撃へ転じていたっていう。さすが将軍様。でもやりたい放題じゃん。そして日本に関してはこう教わる。私たちは悪魔のような日本人を倒し祖国を取り戻すことができました。侵略者を追い出し明るい世界となったんです。そうですか。また拉致問題についてはこう教わっている。日本は謝罪と賠償から逃げています。それは大東亜共栄圏を達成させるためなのです。いやいや何言ってるわけ？意味わからんし。もはやカオスでしょ。そんな感じで義務教育の中でアメリカや日本に対する憎しみの気持ちを植え付けていて、アメリカや日本は地球上から消えるべき、存在してはいけない国だと徹底的に叩き込んでるんだな。こう言っちゃあれだけど、存在してはいけない国ってそちら様なんじゃないでしょうか？つくよ、そこまで言っちゃうと色々とあれがあれだぞ。いやだってさ、そろそろ自衛隊はミサイルを撃ち込んでもいいんじゃないだろうか。ちょっと青い。その発言の方が絶対アウトだって。あと北朝鮮の学校でも運動会ってあるんだけど、その中で毎回やってるのがアメリカ人を殴り倒すという競技で、それは子供たちが北朝鮮側とアメリカ側のチームに分かれ、結果はアメリカ側が必ず負けるようになっている。つまり出来レースであって思想教育の一環としてそんなことやってるらしい。なんちゅうことやってるのよ。もはやコントじゃん。そして一番ヤバいというか信じられないのが、教育の一環として子供たちを公開処刑の場合強制的に参加させている。それは子供たちに対し忠誠を誓わないとこうなるぞと植え付けるためであり、恐怖によってお国に反抗する考えを徹底的に排除するという狙いがあるようだ。うわぁ、これはさすがにひどすぎる。独裁政権を維持させるためにそんなことやってるわけか。そんな感じで子供たちはお国に対する忠誠心や将軍様をいちいち崇拝する内容の義務教育を受けた後、国内に40ぐらいある大学へ進学したりもする。だけどその進学率は首都の平壌であっても 8% ぐらいで、それ以外の地域ではその数字が 3% ぐらいになるという。それじゃ大学に進学できなかった子たちはそのまま。そう、義務教育を終えた学生たちのほとんどは軍隊に入って男子は10年ぐらい。女子は7年ぐらい兵士をやった後お国から指定された職業へ就くことになる。つまり自分で職業を選べないわけで就職活動なんて言葉は北朝鮮に存在しないんだな。それって大学に進学できたら軍隊に入らなくてもいいってこと？それはないけど大学へ進学すると兵役が3年に短縮されるらしい。あと大学を卒業するとミサイルの製造に携わる科学者だったりお国の官僚になれる可能性があるから。学生たちやその親たちは大学へ入学することをみんな目指しているという。その流れはまず年末に行われる予備試験に合格する必要があり、それに合格した後それぞれの大学で行われる試験を受けるんだそうだ。北朝鮮にも受験戦争が存在してると。ただ最初に受ける予備試験で合格できるのは全体の2割程度と狭き門になってる上浪人も許されていない。さらに受験を受けられる大学は1つだけというルールまであるから、予備試験に合格しても大学に入れるチャンスは一度きりだという。二つ以上の大学へ願書を出す。いわゆる併願ってやつができないわけね。だな。だから親たちが受験戦争を勝ち抜くため大学へ賄賂を渡し子供を入学させるといったことも横行してて、その金額が少なかったり身分によって入学できなかったみたいな話もよくあるそうだ。他にも試験官に賄賂を渡す、カンニングが横行してる、試験問題が漏洩するといった話も多いらしい。ほほう。あの北朝鮮でもそんな話があるんだね。それほどの状況になってるのは、わかりやすく言うと大学へ入学できれば公務員になって安定した生活を送れるからで、
念願の大学入学を果たした後も死体哲学、革命歴史、死体政治経済学など、専攻と関係なく思想教育の科目を受けることが必須となっている。そして大学を卒業した人たちをどこへ配属するかを国が発表する。つまりその時も学生たちは、自分で就職先を選ぶことはできず、大学に入学できたからといって就職活動ができるわけではないという。なんかかわいそうに思えてきたんだけど。ほんとそうだぜ。お国としては学費を無料にしてるんだから言う通りにしろ。仕事を決める権利はこっちにあるという考えなんだな。ただそうやって教育関連の学費は全部無料ですってなってるけど、それはあくまで建前で。実際はノートや教科書などを高額な値段で買う必要があり、義務教育の段階でそういったものを買うことができない貧しい家庭の子が学校へ通えない状況になってるそうだ。学費が無料なんて素敵じゃんって思ったけど、その裏にはお国の思惑とかお金を吸い上げる仕組みが存在してたわけか。もう闇しか感じないでしょ。いや本当に。ちなみに北朝鮮はハッキングに関する人材の教育に力を入れてて、成績が優秀な小学生がスカウトされハッキングの専門学校に入学したりもするらしい。それでその後エリート大学を卒業し、お国のサイバー部隊へ配属されるという。なるほど、ハッキングときましたか。そんな感じだから北朝鮮によるハッキング事件はこれまでたくさん発生してるんだが、2022年は日本円で2300億円ぐらいの被害が出ていて、ベトナムのゲーム会社があっという間に860億円を奪われてもいる。そして2018年には日本も70億円ぐらいの被害を受けていたそうだ。何それ、やりたい放題じゃないですか。あと北朝鮮には50ぐらいに分けられる細かい身分制度があって、それは例えば独立運動や朝鮮戦争に参加した人の子孫である革新層、一般の市民が属する同様層、親族や祖先の中に日本統治の協力者や韓国へ逃れた人がいる敵対層などがあり、その敵対層の身分となってる人たちは大学へ進学することや公務員になることは許されないという。ほほう。ただなんというか、もう何を聞いても驚かないよ。隅から隅まで私たちの理解を超えてくる感じだしな。どの話も想像の上を言っちゃってるしね。はい、というわけで今回はつくよのご要望にお答えして北朝鮮の教育事情についていろいろ話してみたぜ。北朝鮮の話題ってニュースとかでよく見るけど、教育に関する話は聞いたことがなかったからおかげさまですっきりしたよ。でも内容は全然すっきりしてなかったでしょ。いやほんと闇だらけって感じだったしね。子供のうちからお国にとって都合のいいことだけを叩き込む。そんな実情を知るとお国の掲げる思想の統制ってやつが教育によって徹底されてるのがよくわかるぜ。大学のお受験戦争があるって話もなんか意外だったし。兵役を短くしてあげたい、生活が安定する仕事に就かせたい。そんな我が子を思う親御さんたちの気持ちは日本人の親と変わらないんじゃないだろうか。きっとそうよね。っていうか日本から近いのに色々違いすぎるというか、なんだか複雑な気持ちにもなっちゃったよ。私はさっきふざけて変なこと言ったけど、本音はいつか日本とも仲良くなってほしいなって思ってるぜ。ふむ、まだまだ時間はかかりそうだけど、いつかそんな日が来てほしいなって私も思うよ。平和が一番。ラブ&ピース。ご視聴ありがとうございました。